根本的な障害者のイメージっていうのを変えたくて、やっぱり障害者車椅子っていうと手伝ってあげないといけない、何かサポートしてあげないといけないっていうのがイメージが日本人にあるんじゃないかなっていうのがあって、そうじゃなくて健常者であっても障害者であっても困ってる人を助けてあげるっていうスタンスに変わっていったら、健常者障害者の垣根は少なくなっていくのかなとは、それは障害者になって気づいたことですね。怪我した当初っていうか2ヶ月3ヶ月ぐらいしたら障害者手帳の申請をするんですけど、その時に初めて自分が治らない一生車椅子だっていう現実を突きつけられるような形、陸上に出会ってなかったらどうなってるかちょっとわからないですね。それこそ落ち込んでたかもしれないですね。伝えたいんだ、健常者の時ですら体感したことがないスピード感っていうのを車椅子になって体感できたっていうのはすごい僕の中で嬉しくて、陸上に出会って健常者の走るランナーよりも圧倒的に速いっていうので、陸上競技っていう部分では健常者より障害者の方がかっこいいと思って僕はやってていや絶対2020年東京パラリンピックまでに僕は生で見る価値がある選手になりたいなって、やっぱり影響力のある人っていうのはその道で極めてる人じゃないと影響力は少ないかなと思ってます。世界一になった人の言うことではやっぱり全然重みが違うと、正直見ていただければ楽しんでいただく自信はあります。その先の自分へ、パラドゥ釣ります。